日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ッペイ子どもと一緒に宇宙から言ってます日本語コンテッペイの時間ですね皆さん元気ですかえー、今日は2杯目のコーヒーについてはい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 あのー、今僕は今日2杯目のコーヒーを飲んでいます時間は午前10時ちょっと ちょっと早い <laughs> あのまあまあまあ僕はあの一日にコーヒーを2杯ぐらい飲むんですけど普通はねまあ2杯ぐらいでしょうねでまあ1杯目はいつも同じ時間です1杯目は朝、えー、7時半ぐらいなんですかねそうですね朝7時ぐらいに起きて まあいろいろしながらコーヒーを準備してまあ7時半ぐらいですね1杯目のコーヒー7時半ででまああのー、午前中が終わりまあ昼ご飯を食べてまあ午後1時ぐらいですね午後1時ぐらいに2杯目のコーヒーを飲むのが普通なんですが今日ちょっと眠いな <laughs> 理由はあのー まあなんか夜ちょっと睡眠がが足りない感じがしますよ、ね、やっぱり季節の変わり目というやつかな春ですよね春春とか秋って僕はもちろん他のたくさんの人たちと同じように好きなんですけどちょっとこう疲れのたまりやすい季節というか。 やっぱこう季節が変わる時ですよね冬から春春からあの夏から冬みたいなあれ <laughs> 違うなえっ、ー、と冬からそう冬と夏の間ですよね冬と夏の間が春だし、えー、夏と冬の間が秋でまあとても寒いとても暑いそのまあ日本のまあ 日本の天気はまあどこの国と比べてっていうことはもちろんあるんですけど例えばシンガポールみたいな国に比べると日本は冬が寒いし夏は暑いし、ね、シンガポールはもうずっと暑い、あのー、国だしねやっぱり日本ははっきりとしたあの寒い冬日本はというか、まあ、東京はね寒い冬と夏暑い夏い暑いじゃなくて えー、暑い夏があるんですよねだからその間に春と秋というのがあってやっぱり季節が大きく変わるのでちょっとこう体には体にとってはまあ負担が大きい体がちょっと疲れやすい、まあ、そういう時です。おそららくだからちょっとコーヒーヒが必要 で、まあ、2杯目のコーヒーを10時午前10時に飲む問題はおそらく僕は今日コーヒーを3杯もしくは4杯飲むことになりそうな気がしてやっぱり昼ご飯食べた後ってコーヒーが必要ですよね美味しいし昼ご飯を食べた後のコーヒーは美味しいしあとまあ眠気がなくなるから。で まあ午後3時ぐらいにまたあのチョコレートでも食べながらコーヒーを飲むのは悪くないですよね。というわけで今日は多分3杯もしくは4杯コーヒーを飲むことになる。これはよくない。なぜかというと夜また眠るときになんか「お今日は元気だ!」みたいなね。で夜型になっていくわけですよ。 夜,がいね、夜遅く寝て朝はゾンビでこれはやめなければいけないじゃあどうすればいいかもうわかりません、はい、とにかくコーヒーがおいしいコーヒーがおいしい理由のもう一つがあのこれオートミルクオーツミルクです、ね、オーツですオーツミルクを最近飲んでて前はねやっぱり日本にいるから豆乳ソイミルクを飲んでたんですけどこの コーヒーヒにに入れる時にやっぱり大津は美味しいですよねなんかちょっと甘いようなちょっとこうスモーキーなようななんかそういう味がしてまあスモーキーじゃないかスモーキーなのはコーヒーですけどなんかこのオーツの甘さとこのコーヒーのスモーキーさがいい感じですよ。はい、だからまあそれも手伝って。 僕はちょっとコーヒーを最近飲みすぎているでコーヒーヒ飲むとね今,今どういう気持ちかというと今ねチョコレート食べたいですよねだから多分この後僕はチョコレートを食べるでもさっき言ったように午後3時にまたチョコレート食べたくなるからチョコレート2回食べるんですよねもしくは昼ごはんの後にチョコレートを食べるかもしれないからまあチョコレート3回食べることになるこれはよくないです なぜかというとコーヒーとチョコレートを食べすぎると夜眠るときに「あなんか今日は元気だ目が覚めている」ってなって夜遅くまで YouTube とかを見てしまい朝が遅くなり朝疲れて「あ,あ最悪コーヒー」「コーヒーとチョコレートコーヒーとチョコレートコーヒーとチョコレート」「夜また元気になってまあそういう悪いルーティーンになってしまう」何度も何度も何度も同じことを繰り返し話しています。 おそらくこれがもうすでにカフェインの影響ですよねカフェインで頭がこうくる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 って回転して頭が良くなった気がするけど結局同じところをくるくる回っているだけのトレッドミル状態精神のトレッドミルあのネズミですよねもう僕はネズミですポッドキャストのネズミです同じところをぐる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 回っているただ同じことを何度も何度も何度も話している それを見て皆さんはニコニコしているまるでハムスターを飼っている人みたいな、ね、ハムスターが一生懸命くる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 ってこう走っているのを見てあかわいいかわいいと言っているそれと同じ状態ポッドキャストのリスナーたちは毎日毎日同じようにポッドキャストを取るハムスターのポッドキャスター俺てっぺまるでハムスター今日もありがとうございましたチャオチャオアスタルイまたねまたねねねね